あら、坊や、ご苦労様ね。ファナティオ、こっちへ来てたのか。メルクーリ閣下がこちらにいるのだから、副騎士長である私がここにいるのは当然でしょ。それもそうか。さっきそこでベルクーリさんに会ったよ。聖号騎士は全員ここに来ているのか。聖号騎士全員がここに来てるわけじゃないわ。この交易街まで来ている者もいれば、人界に残った者もいる。ベルクーリ閣下の護衛も人界の守護も我々の仕事だもの。なるほど。それにしても、あの人は私にも相談なしで暗黒界と密かにやり取りして、困った人だわ。ファナティオにも話さないほどだから、よほど慎重に話を進めたかったんじゃないのか。だといいのだけれど、いつもああやって一人で何でも背負い込もうとするから、心配する身にもなってほしいものよ。まったく、ファナティオすっげえ怒ってる。かといって俺もあまり人のことは言えないしな。坊やもあんな大人にはならないことね。え、ああ、気をつけるよ。